今、大連ですけど、本当に寒いんですね。北京では今、大雪で、それで飛行機にも影響が出てるという事態なんですが、まあ、そういう時に私たちはちょっと5回目の日本と中国の対話を、まあ、事実上、今日の夜から始めます。で、今回のそのフォーラムっていうのは、やはりその日本の政治状況が今変わってきていると、まあ、政権交代あり、中国もその経済的な台頭がかなり強まっていると、その中で新しいその関係をですね、作れるか、まあ、そういうふうなその準備を始められるかということのですね、まあ、議論が今回の大きなテーマだと思うんですね。で、私たちはこのフォーラムを過去4回やってまして、今回5回目なんですね。で、ちょうど5年前っていうのは、まさに日本の中で日中間最悪で、日本の中国の学生がデモをやってですね、そういう緊迫した状況だったんですね。その時に、やはりその日中関係をなんとか改善するっていうだけではなくてですね、民間レベルで本当の議論をしてですね、新しい未来、アジアに向けてですね、やっぱり一つの流れを作りたいという思いがあったんですね。ただそれから4年やって、まあ、今回に至ってるんですが、今回やっぱりいろいろ課題が見えてきたんですね。その間というのは政府間関係はかなり改善したんですが、やっぱり国民間の意識っていうのがその大きく改善してないっていうことがはっきり分かってきたんですね。で、私たちはこの4年間毎年で、まあ、世論調査やってまして、まあ、今回で5回目ですけど、その中で両国民の意識をきちんと把握してるんですけど、やはりその政府間関係が改善するに伴ってですね、国民のその対中感情やその中国の対日感情というのはある程度改善したんですが、どうもその先進まないんですね。で、進まないだけではなくて、やっぱりそのお互いに対する認識がまた悪くなっているという状況があるわけです。で、この構造というのは何なんだろうと。で、中国はやはり依然日本のことを過去でしか見てない。やっぱり中国の国民の人たちは日本をいまだにその軍国主義だと思う人をいまだにですよ、半分ぐらいいますしね。やっぱりその過去でしかやっぱり考えられない、その尾を引いてる。一方でその世界大きくなって変わって、日本、中国も大きくなってですね、そういうその中国の大きな、その大きくなることに日本の国民はまた不安を募らしているっていう、非常にこう次元が違う形でそのギャップがあるんですね。過去と未来についてお互いがそのくっついてない、同じ土俵の中でその歩んでないっていう、これは非常に大きな問題だと思うんですね。で、これからアジアの未来を考えるときに、その政府間関係の改善だけではもう前に進まない、まあ、それは非常に重要ですけど、やっぱり民間が本当の意味で語って議論し、新しいその環境を作るための努力しないとですね、多分次のステージに出ないんじゃないかっていう、私たちはそう思ってるんですね。で、今回のそのフォーラム対話は、まさにそのために日本と中国からキーパーソン合わせて約100人ぐらいが集まってですね、政治、それから安全保障とか、まあ、地域間の対話、それからメディアの議論、メディア同士の議論というかなり大きな議論をしていくんですね。まあ、日本はちょうど今国会やってるんだと思うんですが、まあ、その中で民間もですね、こういう形でそのアジアの将来に向けてこういう対話が動いているということを皆さんにもぜひ知ってほしいし、私たちがこれから始める議論はいろんな形で県のピョンのサイトで公開しますので、ぜひ見ていただければと思います。大連は本当に寒いんで、僕たちもそうだけど、皆さんも風邪をひかない、まあ、日本はまだ暖かいかもしれないですけど、風邪をひかないように帰ろうと思ってますので、よろしくお願いします。